一体何事ですか？視界いっぱいを魔物が埋め尽くしてる感じですね。私にとっては珍しい事態じゃありませんけど、ちょっと魔物の量が桁外れですよね。一応確認しておきますけど、このエリザベスパークとやらでは魔物を飼育してたりするんですか？してないよ。普通の動物とかだけ。ただの牧場だよ。何匹かは魔物も飼ってるけどさ、基本的には普通の牧場。まあ、なんでこんなことに。昨日まではいつも通りだったのに。私今日も寝坊しちゃって、昼頃になって起きてきたらこんな状況で、わけわかんなくて、リマが助けを呼んできてって言うから大急ぎで山を降りて、あんたたちに会ったんだよ。他のみんなはまだ牧場の中に取り残されてる。助けて、お願い、何でもするから。ほら、とっておきのどんぐりをあげるから。ああ、どんぐり美味しいですよね。最近のは特に品種改良されてますから。まあ落ち着いてください。なんとかしてあげます。あなたはリンちゃんと知り合いなんですよね？そうですか。じゃあこの子を守りながら大急ぎでランドソルまで救援を呼びに行ってください。私は牧場に取り残されてる人たちを救出します。さすがに魔物が多すぎるからちょっと大変ですけど、まあなんとかなるでしょう。私も戦う。もともとエリザベスパークの警備は私の役目だから。なのに私怠けて遊んでばかりで、今日だってのんきに寝ちゃってて、エリザベスパークのみんなにはお世話になってるのに。みんな無事だよね？死んじゃってないよね？どうでしょう、無事であることを祈りたいですけど、いかんせん周りが魔物だらけなので視界が不明瞭ですよね。何もかもしっちゃかめっちゃかです。お、何ですか？あなたも戦いたいんですか？エリザベスパークのみんなが心配だからって弱っちいくせに。まあ女の子にばかり戦わせて尻尾を巻いて逃げちゃうのは男が去るってもんでしょうかね。それにこうも魔物が大量にうごめいていると脱出するのも難しそうですしね。二人とも私のそばにいた方が安全かもしれません。離れないようについてきてください。ちょっと派手に暴れますからね。巻き添えを食わないように注意してくださいね。とりゃー！はあ！おひゃ、この人強いな。魔物がまとめて吹っ飛んだ。あんた、なんかすごい人と知り合いなんだね。おっと、私も気抜けないな。本当に全方位魔物だらけだもん。お、りんちゃん、りんちゃん、向こうの方で煙が上がったの見えました？あそこって何があるんです？あそこには厩舎が。おかしな色の煙だし、何かの合図かも。なんだっけ、カオンの講習で信号弾とかの種類について教わったような。あ、確か救難信号だ。あそこで誰かが助けを求めてるっぽい。了解です。じゃあとりあえず煙が上がった場所を目指して直進しますよ。1、2の3、はい、レッツゴー。
やな。じゃなくて、ペコリーナとあいつが牧場に踏み込んでから魔物を暴れさせるつもりだったのに、その前にこっちの制御を離れて魔物たちが暴走しちゃったわ。私の命令も聞かずに好き放題に暴れ回ってる。ダメよ、ペコリーナはともかく、あいつはまだ生かしておけって言われてるのに。ペコリーナだってなるべく生かして捕らえろって。殺しちゃダメなのに魔物たちが全然言うことを聞かない。このままじゃあいつたち死んじゃうわ。多勢に無勢よ、いくらペコリーナが強いって言っても限界はある。王家の装備は燃費が悪すぎるし、いつかカロリーを消費しきって疲れきって倒れる、そして死ぬ。魔物は100匹や200匹って数じゃないのよ。たった数人で対処できるわけがないわ。あいつらは死ぬ。踏みつぶされて、引きちぎられて、食い散らかされて死ぬ。分かってたことじゃない、こんなのは。いつの日かこうなるって。なのにどうして胸が苦しいの。私は心のないお人形さんのはずなのに。陛下、私はやっぱり出来損ないの欠陥品。